セブンです。今日はですね、岡山市中区にある、三好の、ウィザードさんっていう、散髪屋さんに来てまして、男性も女性も、1500円で、男性の方はね、顔剃りとかシャンプーとか込みの、1500円でしてくれるそうで、リーズナブルでいいっていうような話を聞いてですね、今日も自分が一応モデルとなって、ちょっと散髪をしに来ましたんで、ぜひ、見てみてください。よろしくお願いします。はい、行きましょう。はい、行きましょう。今井さん流のものがあればちょっと変えてみてもいいかなと。ちょっと名前が出てこないんですけどなんかいろんな髪型をねしてくれるということで、ちょっとそれで今日は来させてもらったんですけどどうしましょう、起きて終わったというスヌーピーみたいになってましたカットとかの目安、時間の目安みたいなのあるんですか？なんかそれ だいたい僕は1時間で4人しますね。でもあれですか、お客さんっていうのはほとんど男性の方が多いですか？そうですね、男性が多いですね。女性ももいます。あ、うん、その場合ってやはりそのなんかカットの制限とかあったりするんです。これはできないとか、なんか。あ、まあほとんどないですね。じゃあもうその辺のその美容院と同じような感じで対応できるっていうことですかね。1500円でその、まあ、シャンプー代込みっていうのはやっぱなんかあるんですかね。そのなんかそんなにね、一人からたくさん取らなくても、やっぱり今苦しいじゃないですか、みんな。確かに、ね、だからそこはできる限りこれこのままでいきたいなと思ってますけどはい、ありがとうございます。これ今カットだけ物の何分でした？早いですね。なんかはい、一応世界一ですからね。そうですね。あ、世界一位なんですか？です。もうその場で切って、セットして、全部ですね。50ぐらいかな。一人だけで来るお客さんといます？そういますよ。あ、そうなんですか。うん、なんかまだ変わった感じです、はい、はい、じゃあ変わってきます。頭だけ洗ってくださいお客さん来られます？あ、たまに。あ、来られるんですか？たまに、うん、はい、はい、どうぞ。これは何ですか？白く凍ってるんですよ。はあ、でこう手の体温溶けてパッと夏限定なんですけど。ああ、そうなんですか。うん、もう10月が来ようかいうのにね、まだ暑いですし。まだまだね。はい。
けるっていうか、はい、切れてないところが、多少やっぱ、ね、ありますか。これは今井さん、どういうカットでしょう。カット名を、小松狩り。小松狩りですか。はい、あ、最初の、散髪する前とはだいぶすっきりしました。とても、気持ちよく変してきましたんで、よかったです。まあ、それで、今日はですね、中区の、ウィザードさんに、散髪来させていただきました。今井さん、何か一言ありますか。何か一言言われたら困りますよ ね。あの、皆様愛される、リアクションを目指して今頑張ってますので、皆さんよろしくお願いします。今井さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。